福岡ソフトバンクホークス対バッターボックスには4番王、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。低め空振り、ノーボールツーストライク。ファウルになります。落ちる球を持ってきました。打ちました。ショートが取る。一塁アウト、スリーアウトです。この場面で打席には坂本が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。左へ持っていった、スタンドに入ります。これが3球目。ライトに持っていった、掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。打順は1番に帰ります。バッター柳田、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいです。変化球から試合を制したのはソフトバンクホークスです。